さあ、えー、タミヤ、スバル、BRZ。いよいよ、フロントのアップライト。この C の2が細いよ、パーツが。<laughs> それと、これやな、フロントサス。意外とね、フロントサスがあんまりね、凝った作りになってないね。うん。こう、ほんまにこのままなんかなってね、一瞬ちょっと疑うぐらい、フロントサスのところがね、 これしかなないんですよあのー、なんやろ、えー、っとね、まあ、僕が乗ってたあの Z とかね、えー、BMW とかと比べて、あの本当にさすが、フロントサスこれしかないぐらい、ないんですよ、他に。<laughs> えっ、ー、て、もっとこう、凝った凝ったフロント部分っていうのかな、リアはまあまあ、なんとなくわかるんです、FR やから、んですけどね。 フロントがね、本当にえー、っていう声だけなんですよ。うっそらやろみたいなところから次いきますね、ここです。もうあともうフロントのエンジンのところやな、形だけエンジンのところに、えー、フロンエンジン前、でこれがファンベルト、おそらく1本掛きやな、これね、にラジエーター。 で、アッパーつけると、えー、これがエンジン部分になるというだけで、もうこれでフロント終わりなんですよ、これしか。これしかないんですよ。うっせやろみたいな。<laughs> コストダウンの後がみたいな。いやいや。これ。これだけやで、フロント。よう、これで、えー、いやいや。うっせやろと思って、ほんまに。で、ちょっと見てもらいましょう。フロントアップライト。こんな感じです。フロントサすとこは、ほら。 本当にね、これだけなんですよ。ほら。これ。で、これがここね。前。ね。この、見えなくなってますけどね。ちゃんと下にあるんですよ。これがラジエーター。通常、これはね、黒やねんけど、まあ、これボディ色やから、こうなってるんですけどね。上のやつをパチッとはめると、ちゃんと。 ホースまででちゃんんと行くんですよ、これほら。いけてるやん。いけてんのはいいんけど、あの、フロントさすがなんか弱いよね。なんかこれしかないね、ほんとに。ほら。うっせぇろって。フロント、リアがね、ダブルウィッシュボーンやったら、あの、フロントもそうじゃなかったよみたいな感じ。<laughs> これこ。大丈夫ってちょっとここで。 なんかね、普段、だからあの、タミヤのキットって言ったら、エンジンかなんかがあって、エンジンをボンって乗せて、で、下からカバーかけるみたいなやつなんですけどね。これはね、あの、ちょっとパーツを少なくするために、こうなってる。ここがだから外れるんですよ。ここの、この部分が。ほら。けど、フロントさす、これしかないんですよ。えへへ、うるせえろって。ちょっと寂しすぎんで、みたいな。これ。 エンジンもこんな感じです。ほら。見えるとこだけっていうのがね、まあ今、今の時代なのか、まあまあね、パーツのあれなんすかもしれませんけど、これはまた不思議とまたね、そのままスパッてはまって、あのね、ずれないのがすごいよね。ずれないのがすごいと思うわ。タミヤ。ちょっと持ってみ、見てみようか。ほら、ほら。ちゃんとはまんねんほら。ずれないんですよ。取ってはめてもここ、何回やってもそれで。外す、ほら。 これってね、あのー、何気ない、何気ないアクションやけど、すごい精度やで、これ。あの、外してまた戻,る戻せるっていうのが、これ。すごいです、これ。はい、あ。フロント、刺す。で、これがおそらくエンジンの形に見えるんやろうね、多分。<laughs> 今の時代ちょっと何とも言えないですけど、はい、あ。で、ちょっと尺が足りないんで、 時間が足りないんでこの内装を次行くんですけど内装部分はちょっと割愛させていただいてあのー、見ていただきたいのはね、あのー、この脅威のパーツの愛の良さが、あのー、どうなんのかっていうのでねちょっと気になったパーツが先にありましてこれちなみにボンネットなんですよ BRZ のボンネットこれ見ての通りです超絶磨いてますよ俺ハ <laughs> リアこんなの後ろほらこれはもう2012年が12年前のキットやからここはもうなんとなくわかるじゃないですかこのトランクがじゃあボンネット開けるためのやつもね無理やりガチガチに止めてあるのはそうなんですけどねこれフロントこの部分この曲面のボンネットやなもう相当これカチカチにペーパーかけてますよというのがねこの辺にね2本ぐらいちょっと縦線がねあの凹んだ縦線が入るんですよ うっすらペーパーかけると。で、それもさらにがっつりペーパーかけていくんでね。横もこれすべて。ここ、ほら。これってね、車のキットで大事な要素なんですよね、これ。ボンネットが開いた時に、あのー、開いた時に、ちゃんとこれはね、水平と厚さがね、全部均等になるっていうのが、これはもう普通の車のプラモデルはセオリーではあるんでね。で、ここ、これがここに隠れるわけですよ、こあって。 すごいよこれで。ちなみにね、えー、まあまあこれだけでやっとここまで、あ、とりあえずここで終わっとこうか<笑><笑>次。次内装パーツいきますからね。